マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。最近急に寒くなってきましたよね。寒くなって体温が下がってしまうと、ますます太ってしまうんです。そこで、この動画では、体を芯から温めて代謝を上げる方法がわかるんです。もしあなたがお腹周りや手足が冷たくて、最近体重も全然落ちないとお困りであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、代謝を上げて痩せる簡単な方法をお伝えしていきます。ではお話の内容はこちらです。1つ目、代謝を上げるにはどうしたら良いのか。2つ目、代謝を上げて痩せる簡単なレシピをご紹介していきます。では1つ目の項目です。代謝を上げるためにはどうすれば良いんでしょうか。そのポイントは、あなたの体温がね、鍵なんですよね。例えばあなたの体温が低いと、まず代謝がどんどん下がってしまいます。でまた血行不良、血流が落ちてしまうわけですね。なので体に老廃物がどんどん溜まって太ってしまう。そして3つ目、何よりもその大切な免疫力もどんどん下がっていって、ウイルスにかかりやすくなったり、しょっちゅう風邪をひいたりと思い当たる方いらっしゃるとしたら、この体温が低い低体温になっている可能性があるんです。では今と逆です。体温が今よりも1度上昇するだけで、1つ目、あなたの代謝が 12% もアップします。運動ももちろん大事ですが、ご自分の体温を上げるだけで、運動とね、同じぐらいのその代謝を上げることができますよということ。そして2つ目、あなたの血流が良くなります。そうすることで、お体の隅々までね、酸素と栄養が届きますから、やはり代謝が上がって痩せやすい体へと変わることができるんです。そして3つ目、免疫力がなんとね 30% も上がるんですよ。今ね、こういったコロナですごくね、寒くなってくるとウイルスの季節になってきます。そういった状況に備えて、今のうちにしっかりと体温を上げておくこと、それが結果痩せることにもつながりますし、何よりも健康体、ウイルスに負けない体を作ることができますから、ぜひ一緒に体温を上げていきましょう。ではここから2つ目の項目です。簡単にできる代謝を上げるためのレシピをご紹介していきたいと思います。ダイエット効果があって体温を上げるための簡単ドリンクレシピです。まずその材料が持つ痩せ効果についてです。1つ目、リンゴ酢を使っていきます。リンゴ酢を飲むと、それだけでね、脂肪をどんどん燃やしてくれますし、また基礎代謝も上がって、結果脂肪をつきにくくする体質へとね、変えることができるんですね。でまた太るもと、血糖値の急上昇、その代わり脂肪を溜め込むわけですから、リンゴ酢を飲むことでそこをグッと抑えることができるんです。そしてじゃあお酢といえばね、いろいろありますよね。ただダイエット目的でしたら、一番のおすすめやはりリンゴ酢なんですね。なぜかというと、お酢の中で一番酢酸の働きが強いのがリンゴ酢だからなんです。そのことであなたの腸がもうほんと元気になって、どんどん代謝が上がることができるわけですよね。そして満腹感も得やすいので、結果食欲を抑えることもできます。そしてむくみ改善効果、カリウムも含まれておりますから、こういったダイエット効果の高いリンゴ酢を使っていくレシピなんです。そしてここで注意点です。リンゴ酢、イコール痩せるなんですけれども、気をつけないといけないことがあります。それは中には太るリンゴ酢が売られているからなんですね。例えばこちら、しっかり見ていきましょう。痩せるリンゴ酢を選ぶポイントがあります。例えばこちらです。皆様のお近くにイオンのね、トップバリューのスーパーありますか？もちろんなくても大丈夫です。この状況を満たしていればいいんですが、こちら純リンゴ酢なんですね。で、国産リンゴ果汁 100% だけでできている、原材料がたった1つ、国産のリンゴ果汁のみでできている、こういったJAS、 ジャスマークがついているようなリンゴ酢が安心安全で痩せるリンゴ酢です。まとめますとこちら、原材料がリンゴ果汁 100% でできているもの、それ以外はなしです。そしてできれば有機栽培やオーガニックなどのリンゴ果汁を使ったジャスマークがついているもので、もちろん無添加であることです。例えば香料、人工甘味料とか着色料、保存料、そういった余計なものがもうすでに入っていて、
そのまま飲めますよっていうのはね、もう大変ダイエットにはねよくありませんから、ぜひリンゴ酢を購入するときはこういった純リンゴ酢、原材料ができれば国産のこういったねオーガニック有機栽培の果汁を使ったものを選んでいきましょう。ではあと2つ材料を使います。1つ目は生姜です。生姜といえばもうねお体を温める食材、もう代表といってもいいくらいのものですね。なのでこの生姜を摂ることで体温を一度上げて、先ほどの代謝免疫力をもうグッとね上げていきましょうということです。で、生姜自体も実は脂肪を燃やしてくれる効果がありますし、また血糖値の急上昇を抑える、でなんといっても体がポカポカと温まって結果デトックスができるというものですね。でもう一つは飲みやすいように蜂蜜を選んでいます。もちろん蜂蜜いらないわっていう方はね無理に入れる必要はないんですが、やはり美味しいですので私は蜂蜜を入れて飲みます。で蜂蜜自体もねやはり適量取られますと脂肪を燃やしてくれる効果があるから選んでいます。でまた腸内環境を整えてくれるオリゴ糖が入っていたりとか、脂肪をもっと燃やす効果を高めてくれるこのポリフェノールが入ってます。で何よりも白砂糖とかねああいったものに比べるともちろんこちら栄養価が高い。しっかりと蜂蜜を摂ることで栄養分も取れてしまう、まあ、結果痩せるホルモンの材料を摂ることができるわけですから、しっかりとね甘みをつけたいときは白砂糖ではなくこういった天然のピュアな蜂蜜を選んでくださいね。ではここからドリンクの材料と作り方をお伝えしていきたいと思います。今回は体を温めて体温を上げることで痩せるドリンクということで簡単に作れます。でこちらもポカポカドリンクと書きました。本当に飲むとねもうポッカポカちょっとうっすらね汗かくぐらい本当に温まりますから、ぜひね私たち女性にとっては特に冷えは大敵ですから、ぜひこのドリンク作っていきましょう。まず材料1人分です。リンゴ酢を大さじ1杯、こういったいいリンゴ酢ですね。そしてはちみつ生姜を大さじ1杯で、私が使っていますのはこういった瓶詰めの生姜はちみつ漬けを使っています。でこれ完全無添加で蜂蜜と国産生姜のみでできているものです。で私がいる大分県のですねあのところの、まあ、メーカーさんが作ってらっしゃるんですけども、こちらを私はいつも大さじ1杯、まあ、生姜と蜂蜜、まあ、半々ぐらいでしょうか、そのあたりで使っています。なのであの皆様のお近くにもですねこういった無添加の生姜の蜂蜜漬けがあったらすごく便利ですし、もしなかったらその蜂蜜の生姜をねすりおろしとかでも OK です。そして白湯を使いましょう。ここで常温とかね冷たいお水は NG です。白湯、まあ、温かいお湯ですよね。それを使うことでさらに体を温める効果が、まあ、作っていくことで代謝を上げることができるわけです。以上が材料になります。白湯は 200ml、まあ、コップ大体1杯程度で、まあ、目安で OK です。ではここから作り方なんですが、もう簡単です。耐熱用のマグカップに以上の材料を入れてよく混ぜたらもう完成ということで、いつでもね簡単に作ることができますし、何よりとってもあの美味しくてお体が温まるレシピになっています。では最後にここからさらに痩せる効果を上げるための効果的な飲み方ポイントをお伝えしていきます。まずは食前に1杯飲みましょうですね。やはりお食事をとるとどうしても血糖値が上がります。まあ誰でもそうですよね。その時に脂肪をどんどん体がね溜め込んでしまう、もうシステムを持ってます。これ仕方ないんですよね。でもそのまま放っておくとどうなるかっていうとやっぱり太ってしまうわけですから、そこをしっかりと食前に抑えておく環境を作る。そのために先ほどお伝えしたドリンクがとてもまあ有効活用できるわけですよね。ただしちょっと先にお伝えしますが、胃が弱っている方、しかもお腹ペコペコの時のねちょっと弱っている方はいきなりこのお酢を取ってしまうと刺激が強すぎてお気分が悪くなる可能性があるので気をつけていきましょうね。そういった方は食中でも全然 OK です。はい、そして量を守りましょうね。いくらねいいドリンクでも飲みすぎてしまっては NG ですから、だいたい1日2杯程度までで十分効果があります。そしてまずはですね体質改善も含めまして12週間、まあ、3、4ヶ月ぐらいは毎日続けていきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、
体が冷えてきたなと感じたら代謝が下がっている証拠です。その時にポイントは体温を上げてあげること。そのために必要なレシピをご準備していました。ぜひ簡単にできますからすぐに作って飲んでみてくださいね。この動画の内容は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。